はい、今回もミスター M さんから動画をいただきまして返信させていただきます。え、こんなものが売れるのっていうものがね、結構売れるんですよね。自分のいらないものが誰かの必要なものになるってことは結構あるんですけども、それがねガレージセールだったりするんですが、すごく意外なものが売れちゃったりするんですよね。例えばね、フリーペーパーってあるじゃないですか。街角でアルバイト募集とかね、それから美味しいご飯の店紹介みたいな、そんなリクルートさんが出してるようなホットペッパーみたいなのがありますけども、あれの関東特集で芸能人の方がね、ちょっとね、写真で写っててグラビアみたいになってたり、エッセイ書いてるのがあるんですよね。それが売れるんですよ。窪塚洋介さんとかが出てたりとかね、それから AKB の人が表紙飾ってるものって結構売れるんですよね。で、私広島なんですけども、広島カープが優勝した時とか、サンフレッチェが優勝した時って、号外が出るんですよ。その号外が、まあ駅前とか行ったらタダでいっぱいもらえるんですけども、その号外がですね、全国に向かって売れるというね。サンフレッチェファンとか広島出身の方が他の都道府県にいらっしゃるんで、そういう方はね、号外受け取れないんで欲しがるんですよね。で、そういうのがだいたい500円とか1000円とかで出ていくんで、まあまあ瞬間的な稼ぎですけどもね、そういったのは狙えるかなと思います。それから今はちょっと厳しいんですけども、コンサートに行きますと、コンサートの例えば嵐とかね、コンサートアンコールが終わった後にバーンって、ね、花火打ち上げるんですけども、その花火のかけらとか売れるんですよ。コンサートに行けない方がそういうの欲しがるんですよね。で、有名なので言ったらディズニーランド、ディズニーランドのお土産物って出口で 20% オフとか 50% オフで売ってたりするんですよね。プラス近くのイオンモールみたいなところでもディズニーコーナーがあって、あれって結構 30%、50% オフで売ってるものがあるんですよ。で、そういったものが実は通販でよく売れるんですよ。というのが、ディズニーランドに行けない人がお土産だけ欲しいって方がね、結構いらっしゃるんですよね。ハリーポッターのスティックとか有名な話なんですけども、なんか10倍ぐらいの価格で流通してるんですよね。まあそういった形で結構ね、売れるものって探せばあるんですよ。ただ問題なのがね、その売れるものを探したりとか、その売れそうなものを集めるための労力、いわゆるそのどう言ったらいいんですかね、効率ですよね。効率がいいのか悪いのかってことなんですよ。たまたまここにあるものを、例えばこういったレシートをね、出品して売れるんだったら手間いらずなんですけども、例えばコンサートとか、それからディズニーランドのグッズとかね、わざわざそこに行って買ってきて、あ、3000儲かったって言っても、買いに行く労力とか出品する労力考えたら結構ね、マイナスだったってことがあるんですよね。まあ、ですので、その辺も考えながら、確かに単体では売り上げっていうか利益取れるけども、これは果たして自分の労力に見合ってるだろうかってことを考えていくと、結構やっぱりね、自分の暮らしを支えるほどに利益を出すものっていうのはないってことにも気づくんですよね。もちろん意外なものが売れるっていう切り口でちょっと試してみるのはいいと思いますけども、ずっとですね、ホットペッパー売るわけにいかないですしね。やっぱりどっからか本当のビジネスしていかないといけないってことになります。はい、まとめますとね、アフィリエイトを始める人は瞬間的に売り上げを上げようと思ったら、初心者のうちは自己アフィリエイトやっちゃうんですけども、これがね、自己アフィリエイト頼りになって、自己アフィリエイトばっかりずっとやって案件がなくなって終わりっていうのがよくあるパターンなんですよ。それが転売もですね、不要品販売して不要品がなくなったらそこで店じまいってケースがあるんで、本当にビジネスしていくんだったら、きちんとした仕入れとマーケティングっていうのをやっていかないといけないんで、やっぱりね、ビジネスの脳を鍛えることになるんですよ。だからやっぱり最初にやったこと、最初にやるものと途中から切り替えていくものとっていうのに大きな隔たりがあるなというところですよね。まあでもね、今回ミス M さんの動画すごく面白かったですね。で、こういった動画もものすごく多くの人に気づきやヒントを与えるんで、転売やってみようかなとか、ネットビジネスやってみようかなっていうふうな切り口を提案できると思うんですよね。こういうのをね、たくさん出していくと、やっぱり視聴者さんとかチャンネル登録の方増えると思うんですよ。ぜひ頑張ってやってみてください。本当にこれはね、つかみは OK って感じで、たくさん作ればたくさん作るほど再生数とかね、チャンネル登録増えていくネタなんで、これも単発で終わるんじゃなくて、こんなものがありましたとかね、こんな切り口がありますみたいなんで出していくといいんじゃないかなと思います。非常によろしかったんじゃないかなと思いますんで、こういうのをね、たくさん作ることを私はね、また待ってます。それではありがとうございました。